はい、えーね、こちらもね、出てきました。こちらね、あの、見る人によったらね、これ見たらわかるんですけど、みんな、見てね、わからない人にとったらわからない。まあ、言ってることね <laughs>、そのままのこと言ってるんですけど、これ当時ね、一回ちょっと置きますね。あの、こういうね、プラスチックのこういうシンプルなね、こういうコマみたいな流行って、これがね、なんで流行ったかって言ったら何って言ったら、あのね、間違ってたらごめんなさい、こういうシンプル系の、 あのー、コマでね、長い時間こう回せるっていうようなね、感じのこの、ガチャガチャやったんかなまあ、こういろんなシリーズがあったと思うんですけどね。これわかりますこれ、中古でこれ中に入ってたやつなんですけどね。これほら、こんだけね、こう先っぽがこれ、ほら、ほとんど削れてるでしょ。これなんでかって言ったらこれ前の持ち主がね、これだいぶあの回してたんやと思います。これ結構長時間回るんですよ。ここで回るかな ね。わかります今適当に回しただけでもね、結構これ回るんですよ。すごいでしょで、今先っぽが削れてましたよね。削れててね、先っぽの先端がなくても、こんだけ適当に回しただけでも結構回るんですよ。で、これだとね、さっきよりは、あのー、まあ先っぽが、あのー、結構生かされてるっていうか、まだある状態なんですけどね。こちらの方で、 ほら、だいぶ回るでしょ。これもね、今だいぶ適当に回せるんですよ。これをちゃんとね、もうちょっと意識したらだいぶね、長時間これ回るんですよ。これ結構ね、こういうシリーズね、あの、当時、ガチャガチャとかでも売られてたんかな。まあ、こう、どうやったらいいんですかね。今で言うスク,スクイーズじゃなくてなんだったっけ、あの、こう。 回ウあるでしょちっちゃい子供が。まあ、大人も遊んでるんかなあの、こうやって、こう、こうやって、ここで、あ、えー、なん、なんやったっけこれちょっとドアスレしたんですけど、こう、挟んでね、こう、ピュッとこう回して、こう、くるくるくるぐるって、どんだけあの、長時間回るみたいなね。まあ、例えばそういうね、アナログチックな商品なんですよね。これも。結構ね、これ当時売れましたよ。こういうシリーズ。これだけじゃないんですよ。こんながね、結構ありました。はい、こんな感じでね、 あの、どんどんね、こういうレトロチックな商品もね、あの紹介していきたいと思いますんで、私のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方ね、よろしくお願いいたします。